ルーフ RGT と呼ばれるこのモデルは996型ポルシェ 911GT3 をベースにルーフ社が作り出したスーパーロードカーである。 RGT に搭載される 3.6 リットルのフラット6は新たなカムシャフトや専用開発されたエキゾーストシステム、リマッピングされたエンジンマネジメントシステム、スペシャルエアフィルターの採用により最高出力385馬力を発生。ベースとなった GT3 同様 2WD がベースだが、オプションで 4WD をチョイスすることも可能。トランスミッションは6速マニュアルが組み合わせられ、足回りはGT3 のものをベースに開発したルーフ独自のスポーツタイプサスペンション。ブレーキはフロント370ミリ、リア355ミリという台形ベンチレーテッドディスクとなる。フロントのキャリパーは6ピストンというレーシングスペックだ。アルミホイールはオリジナルの18インチサイズが標準で、タイヤはフロント22540、リア28530という ZR 規格、オプションで19インチのタイヤ&ホイールも用意される。エクステリアにはオリジナルのフロントスポイラー、サイドスカート、エアロミラー、リアスポイラーなどが与えられ、ただならぬ雰囲気を醸し出している。室内にはルーフ独自のインテグレーテッドロールケージが組み込まれ、剛性と強度の強化も抜かりはない。インテリアはオプションでスポーツシートやレザーパッケージを用意するほか、ステアリングやインパネも専用品である。 RGT の性能は時速100キロまでの到達時間が 4.6 秒、最高時速は307キロと発表されている。ポルシェ GT3 が世界随一の NA スポーツならば、ルーフ RGT はさらにその上を行く究極の NA スポーツと言えるだろう。